はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。やすし様、まなぶ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。今朝6時31分能登地方を中心に地震発生。珠洲市、輪島市、両市で最大震度5強津波はなしと。皆様の地域大丈夫だったでしょうか。携帯の警報でびっくりされた方も多かったんではないでしょうか。東京も入りました警報。気象庁、今後1週間は警戒を出そうで余震があるみたいであります。滋賀原発に異常はありませんでした。朝日新聞ちっていうですね、滋賀原発異常なしっていう、すごい力入れて報道してたんで悔しかったんでしょうね。産経記事、マイナンバーカード偽造で大阪と船橋で逮捕された中国人はいずれも失踪した元実習生で、同じ人物から指示を受けていた。大阪船橋、中国共産党の指示だろうかという、世論です。プリンターでって雑。河野太郎と中国共産党はグル、スパイ活動でありテロの準備である。こういうことするのは中国、韓国、北朝鮮ばっかり。偽造するってことは不正利用の需要があるんだろうな。ショッカーみたいな悪の組織だな。国家ぐるみに決まってんだろ。いつまでスパイ天国やってんだ。これだから読み取り作業が欠かせない。役所ではちゃんとタッチ機能を使っとる。表面のみの偽造でですね、まあ、パソコンとプリンターで作ってるやつですから、タッチ機能を使って読み取るとすぐバレる側だけ偽装なんですけれども、ソフトバンクの店がですね、読み取り作業を怠って偽造マイナカードで他人名義のスマホ機種変更しちゃって、決済詐欺被害が出てますね。被害受けたのがなんか地方議員の方。役所やちゃんとした店や病院ではですね、タッチ確認、読み取り作業して確認してます。捜査員、こんな雑なもん一体何のために作ってるんだろう。河野太郎デジタル大臣、偽造は見破れる目視でって大失言してましたけれども、大失言、デジタル大臣がそれ言うかみたいな、大失言、してましたけれども、では一体何のために側だけカード偽造してんのか、すぐバレるやつなんで偽造してんのかってことなんですけど、偽造のカードにやっぱり需要があるからでしょうね。不法滞在者が読み取り機能がない個人店でバイトするため、例えばラーメン店とかですね、そういうとこだと何カード見せただけで、あ、いいよなんつって雇ってくれるかもしれないし、他人名義で個人経営の不動産屋、リバブルとか大きいとこじゃダメですよ。三井不動産とか大きいとこじゃダメですけども、個人経営の不動産屋さんまだまだたくさんある。で、部屋借りるため、あたりですかね。他人になりすましてね、で、それがそこそこ成功してんでしょ。だから作りまくってんでしょ。他人名義で部屋借りて、他人名義でバイトしてる不法滞在中国人何万人でしょうね。なんかあったらこういう潜伏してる連中がですね、中国共産党の指示で一斉放棄、一斉に暴れ出す危険性があります。すでに北朝鮮人は入ってないんですけど、尖閣狙う中国、竹島泥棒してる韓国、北方領土を泥棒してるロシアは敵性国家なんですから、明らかに敵国と言ってもいいな。来日拒否してもらいたいんですよね。入れないでもらいたいんですよね、日本人の安全のために。静岡市でアパートの空き部屋に人がいる。通報で駆けつけた警察。ベランダに不法侵入していた住所不定無職のベトナム人男24歳を逮捕。世論です。怖すぎる。ホラーやん。鍵かかってるだろうにどうやって侵入したんだ。屋根裏覗いて顔があったら気絶しそう。漫画でこういうの見たことあるわ。日本の常識は通用しないから。なんで無職の外国人が日本に存在できるんだ。まあ、これ入国の条件として自立しているであるとか、まあ、そうじゃないと滞在させないって決まりがあるんですけど、守られてないよね。だから無職の外国人は日本に存在しないことになってるんですけどね、まあ、日本人と結婚して専業主婦ですなんて言ったら別ですけれども、
外国人が増えるとこうなるって、これからどんどん増えるぞ、空いてるんだから使って何が悪いという倫理観、毎年数千人数万人が失踪しているんだよね。これ実習生のことですね。去年は9000人失踪しました。大方元実習生の不法滞在者でしょうね。この捕まった24歳ベトナム人もね、偽造マイナカードで部屋借りれなかったやつなのかな。電気も水道もなくても雨風しのげるだけでも大違いなのかな。今後こういうの増えていくと予想しますよ。地方は空き家も増えてくるしね、人口減ってるし、久しぶりに様子見に行ったら10人住んでたなんて、あのホラーな事件も起きそうであります。今後これも、せっせせっせと外国人を安い労働力として輸入した自民党公明党のせいですね。国内にはこういう不法滞在者が延べ25万人潜伏中であります。ひろゆき、搾取されても殴られても殺されても警察を頼れない不法滞在はむっちゃ大変って言ってたけど、言ってたけれども、25万人はなんで帰んないんでしょうね。中国人はあの組織的にほらあの偽造カードを作ってやったり、あの支援援護してから、ベトナム人の不法滞在者よりは居心地よく入れるとは思うんですけれども、共産党系の埼玉民医連、これ医者の集団です。無保険クルド人の保険料を国が負担しろ。何勝手なこと言ってんの。入管闘争市民連合なんて昭和の香りプンプンの組織があるとは知りませんでした。世論です。血税でクルド人を無料で治療しろって言ってんのか。お前らが金出してやればいいじゃん。任意の民間保険を利用しろ。まあ共産党系ならそう言うよな。政治的解決をってトルコ政府に失礼だろ。弾圧してねえよって言ってるし、トルコ政府大統領の投票権も持ってるし、日本にいるクルド人も、全然弾圧してない。弾圧はデマですよ。赤旗の収益で支えればクルド人を擁護して共産党に何の利益があるんだろう。弱者を作れば金になると。高齢化著しい共産党はですね、外国人を私兵に使いたいんですよね。戦闘要員であるとかデモ要員であるとか、同和や慰安婦や徴用工、最近ではアイヌとか LGBT など弱者を捏造できれば金になるんですよ。コラボがやってた若年被害女性支援の実態がですね、ホスト狂いの立ちんぼ業務の支援ってバレてましたよね。共産党が消滅してもですね、弱者に配慮できる私かっこいいっていう心理につけ込んで、弱者ビジネスは未来永劫なくならないんだろうな。弱者に配慮できる私素敵っていう気持ちがなくならない限りね。地方議員のですね、いい人ぶりたい渇望はもはや病気、いい人ぶりたい症候群とでも命名すべきなんですよね。左翼の妄想、縄文時代は争いがないユートピアだった。東京大学総合研究博物館、頭に破壊的な穴が開いた人骨、矢が刺さった人骨、縄文時代のを展示。世論です。縄文時代がユートピアって初めて聞いたんだが、マルクス史観の悪い影響だよ。そりゃ多少の闘争あるだろう。学者たちの頭の中身がユートピアだったんだろう。問題なのは一方的にユートピア幻想を抱いた方、野生動物だって植物だって争うんだ、人間が争わないわけがない、集団闘争の痕跡がないって話で、個人間の戦いはあっただろう。法もなけりゃ映像証拠になるようなもんすらないんだから、やりたい放題でしょ。平和な時代といってもおかしな奴らはどこにでもいると。おかずを一品多く食べただけで殺し合いが起きても不思議じゃない。縄文時代はユートピアを信じてですね、実現しようとしたのがポルポトの原始共産主義ですね。農村と農民しかいらないっつって専門職のインテリを処分し、カンボジアを大衰退させました。だから物々交換とかでやってたんでね。農耕以前 15%、 農耕以降 20%、産業革命後 5%、現代 1% 未満、これが人類の他殺率であります。これには戦争も含まれます。農耕以降に増えたのは富の蓄積が発生し、
強盗が増えた、強盗団が増えた、村を襲う、死人の侍みたいなんですか、国家ができて戦争が始まった、守るべき農地の誕生など原因と思われる、縄文時代はあのその日暮らしであの倉庫にいっぱい貯めるようなものもなかった、だから奪い合いが起きなかった、であのこの土地ダメだなって言ったら、他に移ったんで、守るべき農地土地、一生懸命もなかった、で農業が始まってそれができたから、あのこれで争うことも増えたなんていうのも考えられますよね。岡田斗司夫さん、現代は殺し合い奪い合いより協力し合った方が欲望を充足させる効率が良いと分かった、だからあの土地を奪うために戦争を仕掛けるよりもどっかの企業と組んでネットの授業やった方が儲かるであるとか、それよかあの人の土地に攻め込んで非難轟々の方が被害が大きいとか、制裁やられちゃってとか、プーチンなんでウクライナに攻め込んだんでしょうね、頭の中身100年前なのかな、さらに岡田斗司夫さん、我々の脳みそが出来上がったのは縄文時代、法も警察もないその時代は無能なもの、気に食わないもの、嫉妬されるものを周囲が殺害していた、だから人間は自分の評判が気になるし SNS 中毒になってしまうだそうであります、ダニングクルーガー効果ってなんですけど、バカほど自己評価が高いっていう、バカほど自分がわからないバカっていうこと、無能が無能、悟られないように虚勢を張る自己防衛システムなのかな、何せあの無能は周囲に、排除されてましたんでね、警察も法律もないんだから、実るほど頭を垂れる神戸かな稲穂かな、神戸を垂れる稲穂かな、有能がユーネットバレットですね、嫉妬されて排除されるんで、これを防ぐ自己防衛システムなのかな、すごいね、まあ何でも狩りでバンバン獲物を取ってくるなんていうと、女性を独占養えるわけだ、3にも4にも、そうするとね、周りの男が嫉妬してあいつさえいなければああってことになりかねますね、なりかねませんね、千代議員のいい人ぶりたい症候群もこれなのかなって、いい人でなくてもいい人に思われて生存図りたいっていう生存戦略、まあ命かかってるならそりゃ必死だよな、縄文時代にできた脳みそがその自分の評判が命に関わるって分かってるんだって、今はそんなことないんだけど、そういう恐怖に怯えちゃって、一生懸命必死で SNS やっちゃうんだって、って言ってましたよ。2010年から2019年にかけて ADHD 注意欠陥多動症と診断された20歳以上の数がそれ以前の 21.1 倍になりました、増えちゃったっていう話なんですけど、世論です。高齢出産の増加や農薬使用量が増えたせいかな、ADHD と ASD、 これアスペルガー症候群のことかな、は父親の高齢化で優位に増える、精子が年取ってる高齢化してる、そう診断すれば薬を出せるから、こっちの方じゃないのかなって私は思いますけど、診断精度が上がったからじゃない、昔は慌てんぼうで済んでいた、単に認知されるようになっただけ、 ADHD だから ADHD だからを言い訳にしたい人が増えたから、ツイッターにもいっぱいいますね、プロフィールにこれとこれとこれでこんなにこんなにこんなに薬飲んでますみたいな人、いっぱいいますね。治療に保険が効くようになったんで激増した、何でも病気にしてしまう時代と、子供は多かれ少なかれ注意欠陥で多動症ですよね、注意深くて用心深くてどっしりと落ち着いている子供なんかちょっと怖いですよね、それが成人してもそのまんまなのが発達障害って呼ばれるわけでね、発達障害っていうか成熟障害って、した方が分かりやすいんじゃないかな、誰でも多少は注意欠陥や多動症の傾向はありますよ、そりゃまあ医者はですね、そう診断すれば薬出せて儲かりますんでね、これが21倍にもなった最大の原因じゃないか、父親が40歳を超えてるとですね、うつの発症が
優位に増加するんで、やっぱ精子も年取るのかなんて話になってましたけれども、うつだけじゃなくて発達障害も増えるのかな。これはこれからの研究ですよね。父親が40歳以上だとよ、母親もそれに近い高齢出産ってオチじゃないだろうな。年取った精子のせいにばっかりされてるけど、そういうオチじゃないですよね。今日の単身、稲葉食品社長、お前転職しようとしただろ、マイナビに教えてもらったんだからな、社員を恫喝マイナビは毎日新聞系ですね。もしこれが事実だったら個人情報を漏洩したってことで大問題ですね。今の職場にバラすって有料職業紹介事業としては一番ぐらいにやっちゃいけないことなんじゃないの。稲葉の社長もですね、転職考える社員いたらそれを脅すんじゃなくて、どこが不満なのって調査すべきだろ。そんな体質だと離職増えそうですよね。警視庁公安部公安総務課の巡査部長高畑祐希32歳、板橋区のアパートで鍵がかかっていない女性の部屋に侵入し逮捕、酔って間違えたと言ってるけど本当かな。間違えた部屋がたまたま鍵かかってなかったなんてこと、田舎ならともかく板橋区で起きんのかな。あの人綺麗だな、今度忍び込んだろなんて思ってたかもしんないな。いろいろと謎が多い事件ですけれども、侵入したのが男の部屋だったら、まあ逮捕まで行かなかったかもね。あ、すいません、酔っ払ってんって終わっちゃったかもしんないですね。昨年のパチンコ信頼数まあ入れ替えですね、信頼入れ替え、82万台で2022年の110万台から32万台減少、3割いいですね。コロナ中より厳しいらしいです。パチンコのメイン層、お客さん、団塊世代、そろそろ毎日のように通う体力と財力が落ちてきたんですかね。若い人たちはいつでもどこでもできるスマホのゲームのガチャでギャンブルやってるしね。ゴルフ人口も激減したそうであります。なんか昭和っぽいものがどんどんなくなっていくなーっていう、昔からあるお菓子とかなくならないでほしいなと思っております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。